電撃文庫30周年でいろんな情報が発表されました。ということで早速情報を見ていきましょう。まず最初はテレビアニメ魔王学院の不適合者第2期の新ビジュアルが公開されました。続いては豚のレバーは加熱しろが2023年10月から放送開始に決定しました。そして PV 第1弾が公開です。続いては魔法科高校の劣等生新シリーズが2024年に放送決定。魔法科高校の劣等生は原作やアニメどちらも人気を集めている作品で、テレビアニメが2014年から放送していて、2017年に劇場が公開、2020年に来訪者編が放送し、2021年に全3話ですが追憶編が放送し、同じく2021年に魔法科高校の優等生が放送されました。そして2024年に新シリーズっていうことで劣等生が放送するだけで超豪華になりますよね。続いてはガンゲールオンラインが第2期制作決定。いやついに来ましたね。1期から5年が経ち、正直続編来ないと思いましたがガチで売れすぎますよね。続いては男女の友情が成立するいやしないがテレビアニメ化決定。そして制作会社が決定しました。制作会社は JC スタッフに決定です。続いては声優ラジオの裏表が2024年に放送を決定しました。そして制作会社はコネクトに決定です。続いてはユアフォルマテレビアニメ化決定。正反対な2人が繋がるとき全ての犯罪は暴かれるっていう作品です。続いては恋は双子で割り切れないテレビアニメ化決定。いつまでもただの幼馴染じゃいられない、初恋こじらせ系双子ラブコメ作品で、映像から可愛さやドキドキがやばいっすよね。続いてはギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います。テレビアニメ化決定。理想の職業ギルドの受付嬢となったアリナを待っていたのは、理想とは程遠い残業の日々だったから始まる作品です。以上で電撃文庫30周年の1日目の続編アニメ化情報でした。劣等生とガンゲルオンラインの発表はガチで嬉しかったですよね。これだけでも満足ですが、まだ2日目もありますので楽しみに待っていきましょう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。